全州天日玉通りは、三重県島市島町和具にある通り。和具の中心部と和具裏の間を結び、沿道は商店街になっている。2013年11月1日30県国時第747号により、廃止されるまでは、三重県道729号東浦電線という名称であった。周辺住民の生活水準が向上したことにより、対象時代より、 沿線に商店が立ち始め、ワグの商業中心地となった。1959年1月25日に、三重県道729号台歩道線として、県道として、路線認定を受けた。ワグでは、1960年代頃より、沼地や湿田を埋め立てて、宅地造成が進み、遊水地が失われたことで、昭和50年代には、年4から5回のペースで、 浸水被害が発生するようになった。県道729号は浸水するたびに通行止めとなり、地域交通に支障が出ていた。このため、1977年に、都市下水路事業として道路に沿って、バイパス水路を整備する計画が持ち上がったが、失敗した。当時のビ玉マ通り商店街は、島郡島町の中心として、にぎわっていた。 1995年4月1日に三重県道729号大歩道線を廃止し、新たに三重県道729号東浦電線が路線認定され、同日区域が決定、共用が開始された。2000年代には美玉通り商店街を中心として商業活性化イベント、商工会店舗な祭りを開催していた。また、ナイトバザールや、 各商店での幼稚園児の絵画展示なども実施していた。2009年までに河川改修、防災公園整備、緑地整備の3事業からなる洪水対策が完了し、冠水が発生しなくなった。2013年11月1日、県道としては廃止され、島市に移管した。2016年2月20日、伊勢島サミット開催100日、全記念イベント。 鹿児島からビダマを通って、島町へ。おもてなしとカウントダウンイン島が、ビダマ通りとワグ小学校で開催された。島町ワグの中心市街地を貫通し、ワグ裏に至る道路である。終点付近は2車線化しているが、大部分の区間は1車線である。島市警関係閣では、ビダマ通り商店街沿いの街並みとの連続性に、 配慮した景観の喪失をずるとしている沿道の、島郵便局 AB、角川日本地名大辞典編纂委員会編1983、P1423、ABCDE 平成7年4月1日30県告示、第206号、道路の区域決定及びその関係図面の縦覧、平成7年4月1日30県告示第204号、 県道の路線認定及びその関係図書の縦覧。ABC 平成25年11月1日30県国示第747号。県道の路線廃止及びその関係図面の縦覧。ハット AB 平成19年3月30日30県国示第296号 ABE 玉さー島町尾玉通り周辺。松坂ケーブルテレビステーション。 2021年9月12日閲覧。A.B. 沢田厚志。島町尾玉通り周辺。松坂ケーブルテレビステーション。2021年9月12日閲覧。昭和34年1月25日三重県国時代17号の2、県道路線認定、ハット A.B.C.D. 都市再生整備計画は具地区三重県島市。 2021年9月12日閲覧。平成7年4月1日30件国時代205号。県道の路線廃止及びその関係図面の縦覧。平成7年4月1日30件国時代208号。道路の共用開始及びその関係図面の縦覧。行財政現況調査集計表。島地域合併問題協議会。 2021年9月12日閲覧。議会広報特別委員会。島市議会だより第17号。島市議会。2021年9月12日閲覧。町づくり交付金事後評価シートワグ地区。三重県島市。2021年9月12日閲覧。賢島から美玉を通って、島町へ。おもてなしとカウントダウン 島市観光協会。2021年9月12日閲覧。ABCDEF。平成22年度道路交通センサス。一般交通量調査課書別基本表。国土交通省道路局。2021年9月12日閲覧。島管内。三重交通。2021年9月12日閲覧。スリー良好な景観の形成に関する方針。 島市景観計画。島市。2021年9月12日閲覧。島マリンレジャー。アゴワン定期船。ありがとうございます。